それはね、うちの考え方自体がね、官費士とかに非常に影響を受けてる、あるいは老子、つまり道教の方に非常に影響を受けてるからね、うちの考え方が。儒教の考え方ももちろん影響を受けてますし、朱熹っていう人はね、実はね、占い師出身、しかも女性やってん、朱子学の朱熹で、丁威仙っていうね、あの男の人がおって、愛人がおって、ごめん、恥ずくてる、てる、てるながら言うな、おかしいよね、なんかね一番弟子ってことになってくれやって、実はパトロン男性やって、えへへ、さて、それはそれとしてだからね、あの同居の影響も受けてますのでね、だから猛スピードで自分たちはね、で、その特定の期待すべきその現象を現出させるためには、その期待すべき状況を獲得するかね、まあ、期待すべき現象をね、実際に現出させるためにも、現象の方にはスピードを要求してはならないと。しかし仕組みの方に、要するに自分たちの方は非常に緻密なスピードでなければならない。要するにカスタマーに対してはスピードを要求してはならない。スタッフは猛スピードなのであると、こういう考え方なのでございます。じゃあ LINE に関してもね、スピードは要求してはならないというか、その中間であるっていうのは、そのスタッフ、LINE、カスタマーに、その三位一体その産業構造のね、三位一体って言いますか、ね、でそれでもってその回ってるのであるっていうのがね、だから従業員消費者理論とはまた微妙に話が違ってくるのですけども。